皆さんこんにちは。美容歴25年垣内化粧品店伊沢よし子です。今日は自分の癖を知ろうという話をしたいと思います。癖といってもお顔に対しての話になってくるんですけれども、実は私この右の横のこっちだけシワがちょっとなんか気になったんですね。でこっち左側はないんですけど右だけあるので、なんでかなーっていろいろ考えたら、噛み癖というんですかね、食事をするときに私右で主に噛んでるんですね。それがかなりの頻度というか、ほぼ右で噛んでるんじゃないかという感じです。であと寝るときもなんか無意識のうちにこう右を下にして寝てるんですね。あ、これかと思って気をつけるようにしてるんですけれども、この無意識にやってることっていうのがなんか悪い習慣になってる場合もあるなっていうことに気づきました。そういった自分の癖に気づいてからは、まあ、寝る時も、まあ、できれば上を向いて寝るようにしていますし、食事をとる時も、まあ、左ばっかりではなくて左右バランスよく噛むようにしています。よくやっぱり左右のバランスはね、崩れるとよく体にも良くないという話を聞いたことがありますので、皆さんもぜひ自分の癖を見つけてみてください。もちろんいい癖というのはね、そのまま続けられればいいと思うんですけども、悪い癖というのはね、ちょっと改善された方がいいかもしれません。自分では癖はちょっと分かりにくいなということでしたら、周りの方に聞いてみられるのもいいかもしれません。今日は自分の癖を知ろうという話をさせていただきました。今日のお話が一つでも役に立てれば嬉しいです。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。